アッシュレディオ。さあさあ、ということになりました。アッシュレディオ始まりました。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。さあ、それではやっていきましょう。じゃあいただいた質問から。アシャンさんや吉岡さん、ザハスって来ます。おはようございますっていう意味らしいです。ザハス、ザハスっておはようございますって言うじゃないですか。毎朝アッシュレディオを楽しく拝聴しております。質問です。質問、アシナさんは周りに目標となる人で、かつ自分と似た気質の人がいない場合、どのようにロールモデルを探しますか？質問の背景となる補足情報、僕は HSS 型 HSP という気質を持っています。簡潔に言うと、好奇心旺盛で刺激を求めているにもかかわらず、非常に繊細ですぐキャパオーバーになって寝込んでしまう、だいぶ面倒くさい性格です。その性格から最初は好奇心旺盛に何でも挑戦し、やる気もあるので早くから平均以上の結果を出すことができます。しかし周りの期待が集まるとすぐにキャパオーバーになってしまい、過労になったり精神的に参ってしまうことが多々ありました。そこでこの気質で自分のありたい姿を体現している人を探しているのですが、なかなか見つかりません。自分が試行錯誤して得た知見を情報発信をして、同じ境遇の人に喜んでもらうのもいいなと思ってます。ただロールモデルがいるに越したことはないので、アシナさんならどのように動くかお聞きしたかったです。長文失礼しました。よろしくお願いします、という。なるほど。ロールモデルってそもそも探してます。ちょっとあれですね、怒りがちですね。怒りがち、そういうことが。ほう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 。まずその、要はまあその性格診断的なことをやってるわけですよね、うんうん、あれもほぼ嘘です。当たらない。ほぼ嘘。嘘。要は好奇心が旺盛、つまり好きなものには好きなものは好きですってことですね、うん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 、でもプレッシャーに弱いんですよね、うんうん、これ全員そうです、人間は。全員そうなんだけど、スペシフィックにあなたがそうですって言われると、あ、僕ってそうかもしれないってことなんですよ、うん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 、で、特に自分の欠点についてそういうことを思いやすいんですよ。あ、はい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 、だから仕方ないっていう。あ、好きなものは好き、うん、でもなかなか苦手なものはやるんだけど、好きなものとしてもプレッシャーに弱くてなかなか続けることができない。あなたってそういうタイプじゃないですか。いや、それ全員そうなんですよ。ああ、はい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 、はい、それを開き直って、いや僕ってこういうタイプなんでこういうのできないんですよね、じゃないぞっていうことです。うーん、人間全員そうなんだ、うん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 、ああ、はい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 、だからタイプが違うとかってあんま関係ないと思いますけどね。それよりもあなたがどうしたいんですかっていう、うん、っていうことに基づいてそういう努力をすればいいんじゃないですかね。世の中にはその努力をしなくていい、うんうん、いいっていうアプローチは多分すごく多いんで、あ、その努力をすることがそもそも間違えたみたいな。いや、間違えたっていうか、もうそのままでいいですよっていう。ああ、ありのままの自分でいいんじゃないみたいな。そう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 。ああ、まあそれはそれでいいんだけど、うん、それでいいのっていう、うん、それを自分で決めたらいいんじゃないですか。ああ、はい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 。で、ご質問が、まあ、その似たような人がいないときに、似たような人なんか会ったことないですよ。似た気質の人がいない場合、どのようにロールモデルを探しますか？だから似ている人を別に探す必要はないんですけど、似てる人の方がいいと思うんですけど。ああ。まあ、なんだろうな。結構人間って誰かに似てるじゃないですか。うんうんうん。例えば、僕と吉岡さんって結構真逆の人間だと思いますけど、そうです。でも似てるところもあると思うんです、多分。どっかね。うん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 。みたいな感じで、なんか似てるところだけを、なんか似てるところでいいところだけを、こう、吸収し合ったらいいんじゃないですか。で、それをなんか一人の人で完結しようとするからおかしな話で。だから、この人はこういうところがいい、うん。この人はこういうところがいい。この人はこういうところがいいっていう、もうそういう、なんか、いいところって一人それぞれあるじゃないですか。うんうん、っていうのをあのパクりまくったらいいんじゃないですか。うーん、っていうのがこうオリジナルの作り方だと思うんですよね。ああ、オリジナルの作り方、はい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 。なんか個性言ってるやつに限って個性ないみたいなのあるじゃないですか。ああ、なんか営業とかもそうですし、うん、あとは、ミュージシャンとかもそうですし、うんうん、アスリートとかもそうなんですけど、うんうんうん、個性言ってるやつはもう伸びないんですよ。なんでなんで。いや、個性で戦えるわけねえだろっていう。個性っていうのはその基礎っていうのを 100% できた時にそれでもにじみ出るものが個性なんですよ。
あ、勝手に出ちゃう。勝手に出るものが個性なんですよ。最初から個性を作りに行くやつはもうただの言い訳でしかないんですよ。あ、基礎ができてないっていう言い訳でしかないんで、うんうん、だから個性なんか作んなくていいです全く。あ、はいはい、基礎を 100% やった時に初めてそれでもお前ってこうだよねって言われるのが個性なんで。あ、はい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 、めちゃめちゃ頑張って歌ってゴーですって、それはもうゴーひろみなんですよ。出ちゃうもんね。ゴーひろみは分かんないから。いや、分かんないよ。分かるか。あ、桑田佳祐ですけどね、うんうんうん、ミスチルとか。あ、普通に歌って出ちゃってますもんね。確かに個性が、そう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 、こうしようとかじゃないもんね。はい。あ、個性の強い音痴とかただのめんどくせえですね。ちなみに芦田さん、そのロールモデルみたいなのをこう掲げたっていうか、こういうなんか複数でもいいんですけど、そういうのっていたりしたんですか、今まで。なんかあんまいなそうな印象なんですか。ああ、だからこの人みたいなのないですけどね。だからいろんな人のいろんなところを撮ってますよね。こう吸収して、はい、あ、やっぱそういうのっていた方がいいんですかね、その生きていく上でこう。ああ、いた方がいいですよ。でもあの、それを一人だけにするってのはすごい危険です。なんか要はこの人がやってることと同じことをすればいいんだっていう、要はそのシュハリっていう考え方があるんですけど、うんうんうん、シュハリで言われてるのは、シュハリってのは、守って、うん、破って、うん、離れるっていう、うんうん、要はその、うんうん、なんていうんですか、芸事の話だと思うんですけど、うんうんうん、シュハリで一番言われるのは、多分普通の人って先輩と同じことを完コピしろっていうことだと思ってるんですけど、うん、でもシュハリの本当の意味っていうのは、その真似もできないやつはバカだ、ただ真似ばかりしてるやつはもっとバカだっていうのがシュハリなんですよ。ほう、深いですね。はい、でもみんな真似ができるかできないかばっかみんな着目するんですけど、真似ばっかりしてるやつの方がバカなんですよ。で、例えばアシナさんから営業を学ぶって言って、アシナが営業として教えたことを 100% できなきゃダメですよ、うん、でも 100% やってればいいと思ってるやつが一番バカだってことです。ああ、はい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 。じゃあ次何をするのかっていうのをちゃんと自分の頭で考えて、どんどんこうオリジナルを作っていかなくちゃいけないんで、だからそのロールモデルっていうのもこの人の真似をすればいいとかっていうことじゃなくて、もう常にどうやってこの人を抜かしていこう、どうやってこの人を超えていこうっていう考え方がなかったら、それは本当に手張りじゃないですよ。あ、自分の頭で考えないと結局。そうです。だからそれはぜひ皆さん、あの、真似ができないやつは、真似もできないやつはバカだっていう、うん、真似しかできないやつはもっとバカだっていう、そういう教訓を心に留めて、今日も一日頑張っていきましょう。ありがとうございます。